飯田尚影は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。尾張加藤氏の家臣。通称の飯田閣兵衛で有名。日本槍柱七本や加藤十六章。加藤家三傑の一人。食六六千五百国。後に一万五百国に加を。講談の逸話でも有名。永六五年、飯田尚澄の子として、山城国山崎にて誕生。 若い頃から加藤清正に仕え、森本和久、超、林一心と並んで、加藤家三傑と呼ばれる重臣となった。武勇に優れ、中でも創術は特筆すべきものであった。天正十一年の静ヶ岳の戦いにおいても、清正の先鋒として活躍した。朝鮮出兵では、森本和久と共に、喫校者なる総校者を作り、 珍珠城攻撃の際に一番乗りを果たしたと言われる。なお、この功績により、豊臣秀吉から、佐氏の字を与えられたとされるが、書状などでは、各表へのままである。土木武神も、得意とし、清政の巨城となった熊本城の築城には才を、発揮した。180メートルにも及ぶ三の丸の百権石垣などは、彼の功績と言われ、飯田丸と核にも名を残している。 名古屋城武神や江戸城武神にも武行として参加した。清正の死後も、その子、忠広に仕えたが、その無能を嘆き、没落を予言。日後国熊本藩が改役されると、清正の名優であった、黒田長政に飯抱えられ、福岡赤坂の屋敷跡には、ゆかりの大い町が残る。寛永九年、死去。享年七十。長男、直国は、熊本藩士。 次男は福岡藩中老。三男、南縁門は熊本藩士があり、いずれも子孫は明治以降まで続いた。直国の子孫に井上武氏がいる。ありがとうございます。